はなりわいを手放せってことですよね収入がなくて、食べるにも困っている方に、自宅売却の商談をしろと求めるのかと、こんなふうにね、住まいや働くすべを失わせるのが保護行政なのかってことなんです。これらは生活保護法、その実施要項、また厚労省の通知にも反する対応だと私は思います。厚労大臣に一般論とししてお聞きします新型コロナの影響から 少しでも早く立ち直るためには、自立のための能力をそぐような対応、これは現に改めるべきだと思いますが、いかがですか加藤厚生労働大臣。あの現在、資産について、これは無条件で保有を認めるわけではありませんけれども、今、委員お話のあった自立、まあ、今の状況が。 改善されればです、ね、自立していける、こうした状況をしっかり確保していくことが大事でありますから、自立の助長等の観点から適切に活用できる資産は保有を認めております。例えば、居住用家屋については、処分価値が利用価値に比べて著しく大きなものでなければ保有を認めている、また、4月7日付の事務連絡でありますけれども、現下の状況において、一時的な収益減少に保護が必要になる方について、 今般の事態の収束後、スムーズに就労再開できるよう、例えば通勤用自動車や、あるいは自営用の資産についても、その取扱いを柔軟に行うよう、改めて通知をさせていただいているところであります。あの先ほどからの議,論議員のご議論のように、この取扱い、必ずも徹底されていない事例があるというご指摘もございます5月8日26日にも改めて事務連絡を発出させていただいて、その徹底を図らせていただいているところであります。 田村智子君そうなんです、何度も通知出してるんです、だけど残念ながら、生活保護を申請しようとする人を厄介者扱いする対応、下げすむ対応が多くの自治体でいまだに見られる、尊厳を傷つけられて、二度と福祉事務所には行きたくない、所持金が底をついても、かくなに生活保護を拒否する人が少なくないというか、多いで、なんでこんなことになっているのかという、私はその根っこを問いたいんですよ。 誰もがセーフティーネットを必要とする状況になりうる、生活保護は国民の権利だという認識を、国民もあ、国もですね、自治体もこれ、培ってこなかったんじゃないのか、それどころか、バッシングともいえる生活保護への敵意、侮蔑を一部の政党や一部の政治家が煽ってきた、それが今、新型コロナの影響で、生活困窮に陥っても、保護申請をためらわせる重たい 足かせになっていると思えてならないんですよ。これではね。救える命が救えてなくなる。こんなことが起きかねないんです。今政府も私たち政治家も本気になって、生活保護への偏見誤解。これをね払拭することが求められていると思うんですけれどもいかがでしょうか？加藤厚生労働大臣 まああの私どももこうした新型感染あこれか新型コロナ感染新型感染新型コロナあの感染症が拡大していく中でですね雇用を守り事業を守りそしてその基本は暮らしを守ることだというふうに認識をしているところであります。まあそういった意味で先ほど申し上げた最後のセーフティネットである生活保護というものそしてその申請はあすべての国民にこれ認められた権利であるということであります。あの生活保護が必要な方には確実かつ速やかに保護を実施 ということが重要でありますか小村智子君なんていうか制度の説明はあるんですけどで、ね、その根っこの心がなかなかね伝わってくるように思えなくてなんですよねであの法政大学の深川久志教授がドイツの生活保護についてこの状況の下でね一生懸命紹介をしてくださっているんですドイツでは新型コロナの対応として120万人分1.1兆円を見込んでいるんですねで労働社会大臣が 誰一人として最低生活以下に陥ることがあってはならないという姿勢を明らかに打ち出したんです、そして大臣自身が、オンライン動画で、収入が最低生活費に足りないフリーランサー、パート労働者、学生などにね、利用を呼びかけていて、初めて利用する方の目線で、こういう制度ですよ、こういう申請をすればいいんですよって説明もしている。そして最後には あなたの権利ですっていうふうに結んでいるというんですよ。総理、私こういう呼びかけが必要だと思うんです。テレビ入ってますから、総理ね、ぜひね、生活保護はあなたの権利です。この場で呼びかけていただきたいんですけどどうでしょうか。安倍内閣総理大臣、あのまあ先ほど田村委員がおっしゃった、あの一部の政党がまあ生活保護に対して 攻撃的な現状ををしていいるという趣旨の話をされたんですがもちろんそれは自民党ではないということは確認しておきたいと思いますが、あの先ほど、厚労大臣が答弁させていただいたようにです、ね、最後の厳しいときの最後のセーフティーネットとして速やかな保護が行われるように、本人からの申請を待つばかりではなくてです、ね、住民に対する制度の周知や、民生委員等と連携して生活に困窮しているものの発見等に努めるよう、福祉事務所の取り組みを促すなど、 生活保護が必要な方に、方が適切に支援を受けられるように努めたい、あのこれは誰にでも、ですねこのさまざ、あ、まな出来事があってです、ね、生活保護を必要とする事態というのを訪れる可能性というのはあるわけでありますから、そういう時にはですねぜひ積極的に活用していただきたいと思いますし、また、この生活保護だけではなくて、最大80万円のですね緊急小口のですね資金、これはあの、の まさに返済免除の特例もついておりますので、こういうものも活用しながら、積極的にです、ね、今回の特別な施策等も活用していただきたいと思います田村智子君まあ自民党ではないとおっしゃって、私、あえて今日はね、具体に出さなかったんですけど、民主党政権のときに、ワーキングプアを救おうということで、生活保護の受給者を増やしたときに、それを攻撃したのは自民党なんですよ。 自民党の議員、何人もバッシングやってるんですよ、その答えの反省もね、ないっていうのはちょっとどうかなっていうふうに思うんですが、今日は建設的に提案します。これはですね、長野県のホームページにも掲載されている、長野県が作成したパンフレットの一部なんです、コロナの影響から県民の命と暮らしを守る長野県の取り組みっていうパンフレットなんですけれども、生活が立ち行かなくなることは誰にでも起こりうることです。 憲法25条ののの生生存権の理念に基づく最後のセーフティーネットが生活保護ですしかし、生活保護に対するある種の偏見や誤った認識などにより、相談や申請を躊躇してしまう場合があると指摘されています。生活保護は、国民の権利を保障するすべての方の制度ですので、ためらわずにご相談ください。で、実はあのこの下にまだ続きがありましてね。 まだ書いてあるんですよ相談や申請が難しいと思われている方へということで、相談時に書類は不要、事前に不要義務者に相談していなくても申請が可能、申請時に通帳の写しなど、収入や資産等の状況を確認できる書類を提出できない場合、後日の提出でも可能っていう、こういう対応も書かれていてですね、これはあのまさに加藤大臣が言った、厚労省が4月に自治体に通知したことを、 自治体が県民に対して知らせてるんですよ、ここが大切だと思うんですよ。健康で文化的な生活、食事ができて、お風呂にも入れて、清潔に暮らせる、そういう当たり前の生活が立ち行かないときには、生活保護はあなたの権利ですと、誰にでも認められている権利ですと、ためらわずに相談し、申請してほしい。私はね それこういう広報をです、ね、政府がコマーシャルもやって、呼びかけるべきだというふうに思うんですけど、いかがでしょう、う総理安倍内閣総理大臣。あの当然、これは田村委員がおっしゃるようにです、ね、これはあの文化的な生活を送るという権利があるわけでございますから、ぜひためらわずにです、ね、申請していただきたいと思いますし、われわれもさまざまな手段を活用してです、ね、この国民の皆様に働きかけを行っていきたいと。 こう思っていますまたあの、現下の状況を踏まえて、ですね例えば新たに就労の場を探すことが困難な場合には、稼働能力を活用しているかどうかの判断はこの保留し、また通勤用自動車、先ほどあの船の話をされましたが、えー、通勤用自動車等の資産の保有を柔軟に取り扱うなど、ですね運用の弾力化等を自治体に依頼をしているところでございまして、えー、自治体とも緊密に連携しながら対応していきたいと思います。 田村智子君あのね住まいを失ったり、所持金ゼロになる前にね、相談してもらえたら、もっとちゃんと生活の立ち直りできるって声を相談者の中からいっぱい出てきてるんですよ、これまでの福祉行政、この新型コロナの対応で大きく変える必要がある、このことを求めまして、質問を終わります。